新潟の皆さん、サポーターの皆さん、こんにちは。RBX 新潟の富澤誠太郎です。ここまでの戦いを振り返り、チームとしても個人としても満足いってないのが現状かなと思っています。今日は天皇杯2回戦が開催されます。自分たちにとって大事な大会の一つとなります。相手は高知ユナイテッド SC となります。19時に天下ビッグスワンとなりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。そして今週末の6月10日日曜日は殿下ビッグスワンで14時から東京ヴェルディと J2 リーグを戦います。ヴェルディの印象としては、個性の強い選手、技術力が優れた選手がたくさんいるのが印象です。ここまでのシーズン、本当に、自分たちは悔しい思いをする試合が数あります。またサポーターの皆さんにも本当に悔しい思いをさせてしまっているので、ここから戦いで悔しさを晴らし、勝ち点を取り返すために戦っていきます。皆さん、ぜひビッグスワンで待っています。お一人でも多くの皆さんに足を運んでいただいて応援していただけたらなと思っています。応援よろしくお願いします。